助かった。また車盗もう。これからどうする？わからない。二人でカウンセリング受ける？違う、今よ。スペンサーどうするの？今から。今次？オーケー、今から家に帰る。非常用バッグがあるんだ。金、武器、パスポートも用意済み。どうしてそんなに準備万端なの？もしかしてこうなるって分かってた？いや、そんなまさか。嘘ついてる。本当に嘘ついてる。いや、嘘じゃない。じゃあ隠し事もダメか？いや、ありだ。僕もしてる。結婚してるからな。夫婦ってのはそんなもんだろ、ハニー。互いに事実は言わない。相手をその、傷つけないようにね。思いやりってやつ。だから、例えば、私の二の腕ママみたいって聞かれたら、ノーと答える。あ、君の二の腕のことを言ってるわけじゃない。君も嘘をついた！いや、でも今は家へ行ってほしい。飛ばしてくれ。分かった、そうする。だけど、アクセル踏んでるのに、これ、なんだか進まないっていうより止まっちゃいそうな感じ。ガソリンメーターの点滅に気づかなかった。ええ、そう。謝るわ。何よりもまずガソリンを満タンにしとくべきだった。逃げろ！